未明の火事で85歳の男性が死亡しました。午前2時半ごろ、東京板橋区にある木造の2階建て住宅で炎が上がっていると近隣住民から119番通報がありました。火はおよそ1時間半後に消し止められましたが、2階部分のおよそ50平方メートルが焼け、この家に住む近藤義行さんが死亡したということです。消防などが出火の原因を調べています。